ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠史です。いやー、やっと普通に戻ったんですか。そうですね。なんかこの連休っていうのは何だったんだろう。長かったね。そうですね。まあでも一応明日までゴールデンウィークっていう感覚の方もいらっしゃるんですでね。おおむねお天気にも恵まれましたしね。そうですよね。なんかそうそう、休みにした人がいるんでしょ。そうです、そうです。最大で10連休取れた方いますかね。どうでしょうか。いやでもね、仕事行くときにどこ行くにしても車は空いてましたね。あ、都内はそうですよね、はい。でお店なんかも割と最近もそういう日曜祝日とか祭日が休みっていうせい、連休だけは明けたりしてんじゃないの。あ、そうなんですか、ね。というのは、うん、ないから外食のしようがないんだよね、はい。で結局ホテルかなと思うとホテルが超うまいんで、もう予約で。あ、そうですか、うん。それでやっぱりなんていうの、外泊じゃなくて宿泊する人もいるから、か逆に東京にいらっしゃる方もいっぱいいるわけですよね。そうそうそう、だからその人たちで、まあ、クーポンになったりしてたり、はいはい、なんか何時から何時までってね、そういう利用の仕方があるんですね。そう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 、そうするとホテルなんかだといいお店、だいたい9時半でラストオーダーなのに、だいたいご飯食べる時間って皆さん一緒だから、まあ、お店が5時半とか6時に開くから6時から8時ぐらいまでじゃない。そうすると8時半頃食べに行くんだって、9時半までですけどって言われたら困っちゃうもんね。結構困りますね。で、まあ、今日は別に土曜日だから、はい、いつも通り、まあ、ご飯、まあ、そんな夜気にしないですけど、私にしたらホツかなって、やっと戻った普通の街並みというか、これからネオンもつくところはつくかなみたいな。ネオンが恋しかった。いや、だってね、うちのマンションでね、たまにですよ、たまにいつもカーテン閉めっぱなしなんだけど、寝室。そうすると、ちょっとリビングの方は皇居が見えたり、で、スカイツリーが見えたりとかするんですけど、寝室の方はちょっと新宿寄りの方に見えるんですよ。そんなめちゃ広いわけじゃないけどね。どっちか分かんないけど、そうすると何気にほーっとして座ってると寝るまでね、カーテン開けて、そうすると向かい側ってものすごく遠いんですよ。遠いビルのところっていうか、まあ住居棟だと思うんだけど、そうすると明かりがポツポツついたりするんですよ。それで早く仕事終わった時なんか、冬なんかね、6時ぐらいから蛍光灯じゃないこの何ていうの、室内灯の茶色っぽい、街の明かりが、その薄いこう、ベ
ライブ音源スペシャルで、はい、先々週はもう随分前な感じしますけど、うん、レジェンド葛西紀明選手、興奮しましたね。あの時実を言うと私調子悪くてね、本当に日本放送来るまでちょっと休ませてもらえないかなとかっつって言ってたんですけど、やっぱりお会いできてよかったし、そんなことではダメだなと思いましたね。爽やかな人でしたね。いい人でした、はい、本当にあのおっしゃったからね、あの2年後のピョンチャンで、はい、金メダル取って、金メダルっておっしゃった、おっしゃってました、メダルじゃなくて、いや金メダルっておっしゃってましたよ。でこの番組に項目に書いてきます、うん、ね、で私がそれまで番組やってるかなとかって言ってたんだけど、金メダルっておっしゃった、金メダルっておっしゃいましたね。あと私気がついたら唯一メダル葛西選手は金メダルだけ取ってないんですよ、ね、取ってないんです、金メダルだけ。だから金メダルっておっしゃったんでしょう。まあそれもあったけども、先週で私はあのまあご存知の方はご存知でしょうけど、仙台の方の荒葉木ロックフェストから行ってまいりました。荒葉木ロックフェス、これ仙台でも、はい、この時期のロックフェスとしては最大ですよね。いやでもね、寒かったです。やっぱりそうですか。はい、あのね、先週の金曜日なんですよ、はい、で東京は小雨だったの、はい、で小雨だったけど、まあ、新幹線で東京駅着いた時に夜ね、でマネージャーに東京は小雨だからもう傘持っていかないんでいいんじゃないと。で予報は仙台も雨だったから、ところがつい土砂降り、もうお迎えがワゴンだったんだけど、ワゴンの
すいようにっていうね、山口くんが、サンボマスターの山口くんが、で好きなように歌わせていただいて、結果、もう1曲でよかった、あの1回でよかったのに、2回で終わっちゃったのよ。あ、リハーサルがね。こんな持ってきたんだから、もうちょっとやりたいって言ったら、やっぱ帰りの、お客様の帰りのバスが、の時間が、だってもう駐車場、もう何キロも離れたところしかないんだから、そんな広いとこだけど何万人も集まるからね。そしたら、そう、じゃあ明日もできないから明日 全力で頑張るからみんなで頑張ろうねってホテルに帰って、じゃあ食事しよう、まあ、ホテルも8時過ぎて、やっぱり9時半とか10時で終わりだから急いでもうやっとお肉焼いてもらおうって、和食がなかった。でステーキ、同じフロアにステーキハウスとフロアっていうか同じ店の中にステーキと和食の定食があるみたいな。じゃあどうせなら仙台牛って有名だから、でホリプロが出してくれるっていうから、それは嬉しいわねお肉にしよう、お肉にしよう。で、またこれがお肉をね、鉄板で綺麗に焼いていただいて、外人のお客さんが多くて、で結構あの気使わないで食べてたら、シェフの人が、あのまだ4月ですからつってね、先週だからさ、あのお誕生日でお伺いしましたんでつって、デザートってさ、チョコレートってペインティングっていうのある、あれやってくれて、ハッピーバースデー、バースデー、それが書いて、明日仕事だって言っても本番まで何もないわけ、昼間だから軽く飲んで寝ようと、でどっか飲みに行くのは声かれたりすると嫌だからつって、ホテルでワイン飲んでるもんだから、ハッピーバースデーって書いてくれたの。すいません、ハッピーバースデーもう済んじゃったんで、ハッピーレートバースデーでいいんじゃないですか申し訳ございませんとか良かれと思ってやってる突っ込まれて謝るって、それで朝起きて、はい、まあ起きてすることなきゃあのウォーキングでもしようなって自分があるから、そんなもんやったことないんだよいつも。ところがやっぱり俺は体力つけなきゃいけない、はいはい、やっぱりあの立ってね、はい、あの一緒にみんなと乗りたいからっつって、でじゃあジム行こうって、ウォーキングに行こう、珍しく、ジムで35分歩いたのかな、ホテルの中の中の、はい、もうまあでもウォーキングマシーンとなんかダンベルちょこっと置いてるみたいな、あの、まあ、これ言っていいと思うんですけど、あのウェスティンっていう、あのホテル会社系の大きなね、そうそう、で私だけがそこに泊まれたみたいな。それでまあなんだかんだ言って、ジム行ったんですか。いや、マネージャー、マネージャー一緒に、それでなんだかんだやって本番の会場行ったら、ハイスタンダードの横山から電話来てて、私も知ってたんだけど彼の出番は4時半だったんですよ、はい、で4時半から30分のステージ、わあ横剣会いたかったなって、私は8時10分前とか7時半過ぎの出番なんですよ。3時間ぐらい下がります、ね、そうそうそう、だからもうで会場7つぐらいあるからね、はい、でこれはもう無理だなと思ったら、横山が挨拶来てくれて、で会いたかった、私も久しぶりなんですよ。昔この番組でも言ったことあるけど、横剣にギターを弾かして、それも飲み屋を3軒ぐらい、2回ぐらいね、3軒ぐらい連れ歩いて、初めて飲めないって分かって、飲んでると思ってた3軒